だんだん近づいてきましたよ。本当に悔やまれてくる真面目な話やばいよ。ここはうん、山形最強と言われる山本トンネルの方に来ました。どうですか、どんぐりさん。言葉が出ません、まあ、ちょっと今回はおふざけなしでやっていきましょう。はい、ということで粗塩を買ってきましたんで、ちょっとかけますね、どんぐりさんに。はい、トンネルがじゃなくて、うん、ここはトンネルの下で畑仕事をしてた女性が子供の首を間違って飼ってしまった。でだからそこで夜な夜なその女の人が自分その飼ってしまった後に自分も自殺したんよ、うん、まあ、首切り地蔵っていうのがありましたからね、うん、でそれを祀ってやってたんだけど、うん、そのトンネルに出るっていう女性のあれがそれなの、うん、だからトンネルがどれぐらい変わろうと多分女性のそういうのが、俺は18の時に来てそれを体験してから、うん、俺は本当は18の頃に霊媒師の人に絶対ここ踏み入れんなって言われて、トンネルは絶対くぐんなって言われた。だからもう本当18の頃から来てないところに来たわけよ、うん、今回だからもうものすごくおふざけはもうなし。じゃあもうトンネル動向、竹不動動向よりも、うん、この辺一帯がもうそういった感じってことですよね。だから本当にふざけて行くようなとこじゃないっていう、うん、さすがに私も今回おふざけなしで言われた。もうだともう肩重いし、うん、もうすごい気だるさと、もう心臓とかとかして今マジで怖い。この先トンネル、でもなんかやっぱりちょっと空気感が違う。この短いトンネルでひどい、本当空気重い。ちょっとじゃあ前まで、このトンネルの中でクラクションを3回鳴らしてはいけないという話があります。ちなみに作り話じゃなくて、昔このトンネルを通った時に車に手跡がついてたということがありますね。もうこれガチな話だよ、うん、本当に作り話でも何でもなくて、うん、ちょっとあなた顔つき結構変わってますよ。いや普通の子だとおふざけすっけど、俺ここだけは本気で、うん、まあ、ちょっと今日はおふざけなしで、空気感悪い。失礼します。入るのはやめましょうか。どんぐりさんすいません、車全体に粗塩をお願いします。かけるよ。はい、錆びたら弁償してくださいね。なんでよ。はい、自分にはかけましたか。俺にかけたよ。あ、じゃあ私もお願いします。
と終始無言でしたけど、どうでしたか。いやマジで今まで行った中で違う、空気が重い、本気で。おふざけなしだ、本当に行こうかな。来る途中からもう重かったから、肩で息苦しくなって、うん、まあ18時と一緒だもん、この状態。じゃあの帰りますか、うん、早々に、うん。